ボールズ・マホーニーのリングネームで知られるジョナサン・レクナーは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ニュージャージー州、スプリングレークハイツ出身。ラリー・シャープのモンスター・ファクトリーでトレーニングを積み、1987年に、アブダー・シンのリングネームで、カルガリーのスタンピードレスリングにてデビュー。1992年、本名であるジョン・レクナー名義で WWF に出場。マーティ・ジャネッキ。 パパシャンゴ、バージル、ナスティボーイズなどのジョバーを務めた。1994年より、ジム・コルネットが主催していたテネシー州、ノックスビルのスモーキー・マウンテン・レスリングに参戦。タミー・リン・シッチをマネージャーに、ブー・ブラトリーのリングネームで活動。同年9月5日、ランス・ストームから TBO 大座をダッシュした。1995年には、悪のサンタクロース。 サンタクラウスとして WWF に短期間出場。マネージャーはテッドデビアスが担当していた。1997年よりインシダブルに登場し、AC、DC の曲、ビッグボールズをエントランスミュージックに使用して、リングネームをボールズ・マホーニーへと改名。アクセル・ロッテンと組んで、ババレーディー・ボンのダッドリー・ボーイズと構想し、田中雅人やスパイク・ダッドリーをパートナーに、 ECW 世界体育王座を通算3回獲得した。2000年2月には FMW の興行に初来日している。2001年 ECW 崩壊後はインディー団体を転戦。X はでは2002年から2004年にかけてバンバンビガロ、サブー、アルスノーラを相手に X はヘビー級王座を争った。2006年6月、トミードリーマー、サンドマン、 ロブバンダム、サブウーの ECW、オリジナルメンバーと共に、WWE の RAW に登場。以降、WWE の第3ブランドとして復活した ECW にて、ECW オリジナルズの一員として活動した。また、同時期、ストリップポーカーズのホストなども務めた。2008年4月28日に、 WWE をリリースされてからは再び、インディー団体を転戦。2010年10月にアクセルロッテントサイドチームを組み、地元ニュージャージーのジャポに参戦している。2011年3月5日には、FTW のニューヨークでの興行にてホミサイドとのタックで出場した。2012年6月29日、エクストリームライジングにて、ブルーミーニットのタックチーム、チーム、 ブルーボールズを結成して FBI と対戦するが敗退。翌30日には CW ・アンダーソンとシングルマッチを行い勝利している。2013年3月2日 ECW のオマージュ団体であるカナダの HRT に登場。オンタリオ州ロンドンで行われたイベント HRT ボーン2バイトワイヤードにてピットブルコとゲイリー・ウルフをパートナーにピットボールズなる。 タッグチームを結成し、FBI と対戦した。2014年10月18日、プエルトリコの WWL に参戦。バイアモンで行われたイベントインサレクションにて、サブウーと初代 WWL エクストリモ王座をかけて対戦するが、敗戦した。2016年4月12日、誕生日の翌日に、自宅で意識不明のところを妻に発見され、 病院で死亡が確認された。その後、マホーニーの死因は心臓発作であったことが明らかとなる。ありがとうございます。